いい感じですね。それはでも違うでしょう。うん、それは違う。だけどそれをなるべく均一にさせてあげるのが成形丸めだから。こんにちは、ビアンキュイの平岩です。前回は94点、いやー、まあびっくりするぐらい、まあ、点も高かったんですが、まあ、自分で食べてみてもね、まあ、本当に美味しくて、これ本当に自分が焼いたパンなのかなっていうぐらい、まあ、風味があってね、香りがあって味があってっていうパンで、とっても嬉しかったんですが、ただまああれが実力なのかなっていうと全然そうは思えない。まあ、一つは前々回の89点の時はアルコール臭はあって軽い感じのイギリスパンだったんですけども、前回のは結構しっとりしていて、甘みもあって、まあ、これはこれですごく美味しい。両方とも点が高いんですけど、全然違う傾向のパンが焼けてるっていうね。材料も工程も一緒なんですけどね。まあこれはね、意味が分かんないというか、そのまあ結局だから実力ではないっていうことだけは確かでして、安定を目指すことと、さらにハイスコアを狙って今日も頑張って焼いていきたいと思います。生地をまたちょっと低いな。もう1分回します。はい、あれから1分回しました。入れますね。はい、じゃあここでバタ入れです。あ、滑らか。はい、これでこね上がりします。26.5度。こね上がりですよ。パンチ。いい感じですね。お、いい感じ。はい。パンチ完了。ああ、柔らかい。これまたいい感じでできそうですよ。はい、一次発酵完了です。発酵の香りが、おー、いいですね。断面問題の丸めでございます。ほい。相変わらずうまくない丸。レンチタイム完了。いよいよ成形丸め。てでてて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 てで。よっ。あまりうまく丸まんないな。あー、なんか横が切れてるな。丸めすぎですね。丸めすぎ。はい、成形丸め完了。生地が切れちゃった。200個完了、今日もいい感じ。焼けた。なんかちょっと伸びてそう。おお、いい感じじゃない。いい感じよ。ほら、これまた今日いいんじゃないこれ。ああ、まあでも丸めまた言われるな。丸めはまた叱られます。色がな。焼こうと思ったんですよ。じゃあ、じゃあ、1時間ぐらいは。光沢がまあいいけど。前回の方がやっぱしっかり丸めて本当取りたかったなーっていう。ほら、くすんでるの分かる？真ん中詰まってんだから。まあちょっと黒いですよね。だから詰まってんのそこ。だから要は発酵が真ん中の方がもうちょいって感じなんでしょ。っていうことはやっぱ丸めが均一じゃない。で、まあ、丸めるってことは表面から目がこう締まっていくんですよ。はい、表面。そうですね、表面離す、で中のガスをどんどん出していくって感じで、それが不十分だから真ん中がなんて言うんだろう、パンチができてない状態。ガス抜きがしっかりできてない。だから一回ガス抜いて新しいガスを発生するために膨らむんですよ。で、やっぱ真ん中がこうやってくすんでるってことはやっぱりその丸めがしっかりできてないから、真ん中が新しいガスができてないっていう感じになっちゃう。なるほど。でもあれじゃないですか、こう成形丸めの時にこう丸めてガスを抜いてからもう一回丸める。だけどガスではここでは抜ける。真ん中にそのままガスがポンって残ってるっていうんじゃなくて、まあ要は表面の締め具合と真ん中の締め具合が全然違うってことなんだよね。締まり具合が。それはでも違うでしょう。うん、それは違う。だけどそれをなるべく均一にさせてあげるのが成形丸めだから。そんな難しいんですか？だって表面張らせるってことはどうしたって表面の方が、いや、もちろんですよね。うん、僕がよくフランスパンなんかで、フランスパンの丸め表面だけ締めるって言って、本当ガスを抜かないで表面だけこうやって両手でやってるの見たことないかな。あれ中にガスがすごい残ってる、はい、あれと同じ状況なんですよ。はい、やっぱこういうことは表面からもちろんガスって抜けていくっていうか締まっていくんだけど、それが足りないから真ん中がこうやって残る。だから分かりますよね、こう色が違うの。うん、でそれなんですよ。でその部分はこう分かるかな、分かんねえかな。ここら辺がちょっと影ができてるくらいの感じの暗さなんですよね。釜に入れればさ、200度ぐらいで焼くけど、じゃあ中心温度は200度かっていうとそんなことないでしょ。表面も200度で焼かれるから色がつく。うん、だけど真ん中っていうのは火通りのいいパンだったら目が絶対一緒な色になる。だけど火通りの悪いから真ん中が、その分火通りの悪さが出ちゃう。だからこう触ってみるとなんかここやっぱここら辺だけ硬い。うん、その黒いところは硬い感じ。うん、人間の肩こりみたいな。でこうやって表面触るとすごいしっとりしてるんですよ。だけどここでこの辺ちょっとなんかおやっていう感じ。前回のが美味しすぎた。92本店ですからね。これね、すごいしっとりもちもちしてんだけど、なんか香りも味もないね。ないって言い方おかしい。でも香り弱いなと思ったんですよね。ないってことないけど、ちょっと弱い。なんでだろう。耳と一緒に食べると味が、耳に味が溜まってるんですか？これやっぱ香ばしさがプラスされるんだろうね。中身だけ食べちゃうと、なんか甘みがあんまないんだよね。前々回に似てる感じですかね。前々回レシピの意図とは違うけど、まあこういうのもあり。あれとは全然。あれは結構発酵臭がしたいです。ああ、発酵臭しましたね。だからこれしない。こうで、ほんと中身だけ食べると。なんかこう旨味が足りないなっていう。これがいわゆる火抜けの悪いパンの味なのかなっていう。だけど見た目悪くないですよ。悪くないですよね。焼き色もしっかりこうなんていうの、そうですよね、でんぷんが透過した焼き色ついてて、いい焼き色ついてる。外見80点。80点。はい。香り70点。食感90点。最後味70点。77.5。77.5。上出来だけどやっぱり前回が衝撃的に美味しかった。前回のが良すぎてちょっと厳しくなってるかなっていうのもあるんですよ。まあちょっと今までができすぎですよね。最高点更新みたいな、また更新みたいなですね。まあできすぎ。まあ問題があっても70点台で済んでるっていうのは、まあ進歩といえば進歩なのかもしれませんし、どうなんでしょうね。でもなんか点は児玉さんからの評価は高くなって、確かに自分が食べても美味しいパンが焼けるようになったにもかかわらず、相変わらず沼っていうところは変わってないです。パン沼、イギリスパン沼、そんな簡単にねパン作りがうまくなったら、まあ誰でもパン屋さんになれちゃいますからね。そんなまくないっていうのはまあ分かってはいるんですが、しかしこの沼から抜け出せんのかなっていうのはちょっと自信もないですけどね。でもまあ抜け出せても抜け出せなくても楽しいので、これからもパン作り続けていこうかなと思ってます。はい、今日イギリスパン22回目ですね。いかがでしたでしょうか。面白かったですかね。これからも頑張ってやっていきたいと思います。是非ね、良かったよという方は評価の方、グッドボタンの方を押していただけるようにお願いいたします。それからもう毎回お願いしてますが、チャンネル登録ですね、こちらの方も是非是非よろしくお願いいたします。